ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。はぁ、どうしたんだ霊夢、なんか元気がないな。さっきソシャゲのガチャを回したんだけどレア出なかったの。それはご愁傷様。にしてもみんなレアものって好きだよな。それはそうよ、レアよ、レア、嫌いな人はいないわ。今日の霊夢はテンションおかしいな。まあそんなことより今日も生物の紹介やっていくぜ。そんなこと？何ヶ月も石を貯めたのに。まあまあ、今日紹介する生物は今の霊夢にぴったりの生物なんだぜ。え？一体どんな生物なの？今回は特定の場所にしか生息していないレア生物を紹介していくぜ。レア、早く行きましょう。喜んでくれて何よりだぜ。とその前にチャンネル登録と高評価よろしくな。早く早く。それじゃあ、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは、フィリピンワシという生物だぜ。かっこいい。名前の通りフィリピンに生息する大型の猛禽類だぜ。フィリピンにしか生息していないの？そうなんだ。フィリピンの中でもサマール島、ミンダナオ島、ルソン島、レイテ島。この4つの島にしか生息していない固有種なんだ。ちなみに固有種とは、特定の国や地域にしか生息生育繁殖しない生物のことを言うぜ。フィリピンにはたくさん島があるのにたった4つだけなのね。だから個体数も少なくとても珍しい生物なんだ。そしてフィリピンワシはフィリピンの国鳥でもあるんだぜ。国鳥と言われても納得のいくかっこよさね。特にこの頭の羽毛が冠のようでかっこいいよな。この姿に恥じない鳥の王という異名もあって、日本でもイケメンの鳥と言われて話題になったんだ。さすがは鳥類の王様ね。瞳の色がブルーで高貴な感じがするわね。それにフィリピンワシは世界最大のワシで全長は90から100センチにもなるんだ。大きいワシは他にも犬ワシや扇ワシがいるけれど、それよりも大きいなんて、圧倒的な存在感ね。だけど一方で、生息地の開発や自然破壊、そのかっこいい外見でペットや剥製として乱獲されることで個体数が減って、野生のフィリピンワシは200羽ほどに減少してしまっているんだ。悲しいけれど以前から人による環境への被害は問題視されてるわね。でもフィリピンでフィリピンイーグルファンデーション、通称 PEF が設立され、保護と繁殖を目的とした活動もされているんだ。そういった活動によって徐々に個体数が回復しているんだぜ。よかった、このままフィリピンワシが存続することを願ってるわ。だな。次に紹介するのはシマテンレックだぜ。シマテンレック？聞いたことないわね。どんな生物なの？想像もつかないだろ。こんな感じの生物だ。かわいい。あれ？この後ろの針に見える体毛。とんがった口に、ハリネズミじゃない。そう言うと思ったぜ。実はこのシマテンレック、見た目はハリネズミやモグラに似ているが、全く異なる生物なんだ。遺伝子学的にはゾウやジュゴンに近いと言われているぜ。ゾウやジュゴンには似ても似つかないわね。そしてハリネズミに似ているのは、修練進化によるものと言われてるんだ。修練進化とは、複数の異なるグループの生物が、同様の生態的地位についた時に、系統に関わらず類似した形質を独立に獲得する現象である。類縁関係の遠い生物間でありながらも、似通った外見や器官を持つ場合がある。というものね。霊夢、ウィキペディアのまんまじゃねえか。もちろん、知ってましたよ。どうだかな。まあ簡単に言うと生物は生息地が違っても同じような生活をしていると、似たような見た目に進化していくって感じかな。なるほどなるほど。生物学上、種が違っていても同じ見た目になるって生物ってのは本当に不思議で面白いよな。そうね、それでこのシマテンレックはどんな生物なの？お、そうだった、脱線してたな。このシマテンレックはインド洋の島国、マダガスカルの固有種で体長16から19センチメートルほどの小型の哺乳類でテンレックという中の一種だな。ハリネズミと全身に太い針状の体毛がびっしり生えていて外敵から身を守ってるんだ。針で外敵から身を守るなんて本当にハリネズミに似ているわね。ハリネズミとは違うところはこの棘の下に薄い円盤状の特殊な筋肉があるんだ。この筋肉が一体何をするためにあるかというと、棘を高速で擦り合わせてジーという音を出すんだ。へえ、まるで虫のスズムシとかコオロギみたいね。そうなんだ。虫と似たこの仕組みを持つ哺乳類は他にいないから極めて珍しい進化を遂げているんだ。でも何のためにそんな音を出すのかしら？それはシマテンレックは喉が小さいためにコミュニケーションに必要な発声が難しいんだ。そのための独自の進化ってわけだな。なるほど。面白い進化ね。音というのは生物にとってはとても重要なものだものね。そうだぜ。次に紹介する生物もその鳴き声が特徴的なんだ。うまく繋げたわね、マリサ。うるさいな。ということで次に紹介するのはタスマニアデビルだ。あ、私この名前は聞いたことあるわ。
確かにその特徴的な名前から結構有名な生物みたいだな。じゃあ早速見てもらおうか。これがタスマニアデビルだ。あれ、すごく可愛いじゃない。マリサ、紹介する生物間違えてるじゃないの。私が少し褒めたらこれなんだからちゃんとしないとダメよ。ちょっと待て待て、私は間違ってなんかないぞ。え？これが正真正銘のタスマニアデビルだ。どこがデビルなのよ。ちゃんとした理由があるんだよ。じゃあ紹介していくぜ。まず霊夢も気になっている名前だな。うんうん。タスマニアの部分はそのままの意味でオーストラリアのタスマニア州に生息しているからで、デビルと呼ばれる由来はその鳴き声なんだ。鳴き声？悪魔というくらいなんだからとても怖そうね。と言ってもそんなに怖くないんだけどな。そうなの？猫の声を低くしてかすれたような声だな。こんな感じの声だぜ。悪魔っぽいかと言われるとそうでもないよな。少し不気味ではあるけれど、デビルと言われるほどの声じゃないわ。でもどうしてデビルなんて名前が付けられたのかしら？タスマニアに入った最初のヨーロッパ人の入植者は、草むらの奥深くからタスマニアデビルの鳴き声を聞いて、まるで悪魔に囲まれているような想像をしたらしい。このタスマニアデビルが夜行性ということもあって、夜中に得体の知れない鳴き声やうなり声が聞こえると悪魔なんじゃないかと錯覚するかもな。確かに想像してみると怖いわね。次はこのタスマニアデビルをより細かく説明していくぜ。タスマニアデビルはオーストラリアのタスマニア州に生息する。世界最大の肉食性有袋類で体長が50から60センチメートル、体重は10キログラム前後と、中型犬と同じぐらいの大きさだぜ。有袋類ということは、カンガルーと一緒で袋があるのね。そうだぜ、カンガルーと違って袋は後ろ向きについていて、これは4足歩行に加え前足で巣穴を掘るときに袋に土が入らないようにするためなんだ。オーストラリアで有名な有袋類のコアラやウォンバットも後ろ向きについているわね。次にこのタスマニアデビルの性格だが、気性が荒いことで有名なんだ。餌を食べている時に誰かが近づこうものなら、激しい雄たけびを上げて威嚇し、争いを始めるんだ。餌の取り合いで同種同士の喧嘩をすることもよくあるんだそうだ。その一方で、人間や自分より強い動物に対しては弱腰、うなり声を上げて威嚇はするものの、攻撃はせずに隙をついて逃げ出すんだ。気性が荒いと言っても誰彼構わず襲うわけではないのね。そうなんだ。タスマニアデビルは主に死肉を食べるから、わざわざ自分より強い動物と争う必要はないのかもな。肉食性のタスマニアデビルだが、昆虫でも鳥でも何でも食べるぞ。しかもとんでもない大食いで1日に自分の体重の 15%、多い時には 40% ほどの餌を食べて、体重の 40% 近い獲物を30分で平らげてしまうことができるんだ。仮に 20% 食べるとすると60キロの人が12キロも食べることになるな。マクドナルドのハンバーガー約110個分だ。そう聞くととんでもない大食いね。しかも30分で平らげてしまうんだから早食いでもあるわね。とんでもないフードファイターだわ。他にもタスマニアデビルのすごいところはあるぞ。まだあるのね。タスマニアデビルは体の割に噛む力がとんでもなく強いんだ。その強さは体の大きさと噛む力の比率で言えば、哺乳類で最強なんだぜ。生き物の骨皮毛羽など、何でもバリバリと噛み砕いて食べてしまうんだ。なんなら金属まで噛み砕けるんだとよ。こんな小さな体にそんな力が。この力で動物の死体を食べ残すことなく綺麗に食べるもんだから、衛生的にもよくスムーズな食物連鎖にも協力してるんだぜ。デビルはデビルでもいいデビルだったわね。可愛いし。次に紹介するのはコガラシネズミイルカだぜ。イルカね、一体どんなイルカなのかしら？こんな感じのイルカだぜ。あら、可愛いわね。普通のイルカより丸みがあるフォルムね。それに目の周りに黒い丸があってパンダみたいになってるわ。そうだな。このコガラシネズミイルカは体長148メートルで世界最小の海洋哺乳類だ。人と比較してみるとこんな感じだな。こうしてみると確かに小さいわね。抱き枕にちょうど良さそうだわ。絶滅危惧種でもあるんだから、そんなことしちゃダメだからな。わかってるわよ。っていうかやっぱり絶滅危惧種なのね。そうなんだ。このコガラシネズミイルカはメキシコのカリフォルニア湾の北部に生息していて、1997年頃には多く生息していたんだが、2015年の調査では約60頭、2016年の調査では約30頭と急激に数を減らしていて2020年にはもう10頭未満と言われているんだ。10頭？どうしてそんなに減ってしまったの？主な原因は漁での混獲や密漁によるものだな。混獲とは目的の魚とは別の種を意図せずに漁獲してしまうことだ。どうして混獲されてしまうかというと同じ海域にトトアバという高級魚が生息しており、このトトアバが密漁の対象になってコガラシネズミイルカも混獲の被害に遭っているんだ。ひどい話ね。この手の話は聞くと悲しい気持ちになるわ。そうだな。
メキシコ政府もこの小柄シネズミイルカを保護、繁殖しようと尽力しているが先行きは暗いらしい。そうなのね。暗い話になってしまったが、このチャンネルを通して小柄シネズミイルカという、生物を知ってくれたらいいなと思って紹介させてもらったぜ。そうね、マリサもたまにはいいこと言うじゃない。たまには、は余計だ。次に紹介するのはこいつ、インドハナガエルだ。何これ、体はカエルっぽいけどスッポンみたいに鼻が尖ってるわ。そう、この特徴的な鼻が名前の由来だな。インドハナガエルはインドの西側アーツ山脈に生息する固有種であり、体長は53から90ミリ、体は太く膨らんでて、比較的丸みを帯びた体型だな。この鼻は先端が硬くなっていて捕食の際に使うんだ。一体どんな風に使うのかしら？その前にインドハナガエルの生態について紹介していくぜ。インドハナガエルはほとんどの期間地中で過ごしているんだ。地上に出るのはモンスーン期、つまり雨がよく降る時のたった2週間の間だけ交尾のために地上に出るんだ。ずっと地中にいるんじゃ、なかなかお目にかかれないわね。そうなんだよ。だからインドハナガエルの生態が発見されたのは2003年と比較的最近のことなんだよ。生態ということは幼体、つまりオタマジャクシは発見されていたということね。霊夢にしては切れるじゃないか。にしては、とは何よ。このインドハナガエルのオタマジャクシは100年前から確認されているんだ。なるほど、なんだか不思議ね。他の生物も発見されていないだけで実は幼体だったってこともあるかもしれないわね。それはロマンがあるよな。さてこのインドハナガエルは変わった生物なんだが、オタマジャクシも他のカエルとは違う生活をしているんだ。オタマジャクシといえば田んぼだったり池だったりによくいるわよね。そう、多くのカエルはそういった流れがない場所で泳いで過ごすんだが、インドハナガエルのオタマジャクシは独特の下向きの平たい口が発達し、それが吸盤のようになって滝のような強い流れがある岩の裏にひっついているんだ。そこで岩についた藻類を食べて生活しているってわけだ。なるほど。生態も変わっているのに幼体も変なのね。そういえば、インドハナガエルの尖った花は主食としている。アリやシロアリの巣の壁を破壊して捕食するそうだ。花の使い道、そういう風に使うのね。こんなカエル見たことなかったから情報の多さに忘れていたわ。さらに情報を言うと地上に出てくる時には大きな声で鳴くそうだ。雨に歌えばだな。新人インザレイン。次に紹介するのはダレルズボンティラだ。これは哺乳類かしら？イタチとかマングースに似ているわね。そうだな、その2匹と同じく肉食の哺乳類だ。生息地はマダガスカル島だ。え、終わり？他に情報ないの？仕方ないだろ。このダレルズボンピラはほとんど情報がないんだ。なぜかというとダレルズボンピラは今まで4匹しか確認されたことがないんだぜ。4匹？新種も新種じゃない。それは情報のないわけだわ。そうなんだ。だからまだ知られていない部分の方が多いんだ。なるほど、けどこれじゃ情報不足で怒られるんじゃないかしら？けど、こんな生物もいるんだって知って紹介したくなったんだ、許してくれ。まあでも新種の生物ってワクワクするわよ、今後研究が進むことに期待ね。そうなんだよな、まだ見つかっていない生物もたくさんいるんだろうな。ロマンだぜ。次に紹介するのはファイアースネイルだぜ。おお、なんだかかっこいい名前ね。だろ、気になる見た目はこれだ。カタツムリ、いや何この色かっこいいわね。だろだろ、名前の由来は見たまんまこの赤い足だ。火のカタツムリと言われるだけあって綺麗な赤色なんだよな。確かに綺麗ね、しかもこの赤と黒というカラーリング、惹かれるものがあるわね。このファイアースネイルは直径7センチにまで成長し、マレーシアのキャメロンハイランドに生息しているぞ。キャメロンハイランド内の100キロ圏内でしか見つかっておらず、特定の状況下でしか生息できないと言われているんだ。一方でカタツムリの種として、とても珍しい色しているために、コレクターや愛好家の人からは絶大な人気を誇っているんだぜ。人気があるのもうなずけるわ、それだけ強烈だもの。そう、その人気がありすぎるのも問題でな。というと？さっきも言ったが、このファイアースネイルは湿度の高い寒冷地、つまり雲霧林という海抜1000メートル以上の雲が発生するほどの、高地の森林といった特定の状況下でしか生きることができないんだ。つまり飼育するのが非常に困難で多くの場合、繁殖することができずに死んでしまうんだ。そうなのね。だから欲しいという人はファイアースネイルを捕獲し続けてしまうわけね。そうなんだ。他にも森林破壊などの理由があるが、個体数は減っていってるんだ。だから霊夢もペットにしようとか思うんじゃないぞ。思ってないわよ。確かにこんな綺麗なカタツムリ見たことないけど。だろう？綺麗な体と言ったら以前このチャンネルで紹介したヤドクガエルとか有名だけれど、同じ警戒色のファイアースネイルには毒はないのかしら？おおよく気づいたな霊夢。
でしょう？伊達にマリサと生物を紹介してないのよ。それでどうなの？毒はあるのかしら？わからないぜ。え？だからわからないぜ。いや、本当にわかんないんだって。でも手に乗せてる人とかいたから大丈夫なんじゃないか？はぁ、なんか締まらない終わり方ね、マリサ。そんなわけで今回はこれでおしまいだぜ。今回も知らない生物だらけでとても面白かったわ。霊夢も喜んでくれてよかったぜ。そうね、でもいろいろと考えさせられることもあったし。そうだな。やはり希少な生物というものはそれだけ数が少ないから、絶滅の危機にさらされているものが多いんだよな。マリサ、私はレアを当てに行くのはやめるわ。これからは無心になってガチャを回すわ。ガチャは回すんかい。当たり前でしょ、課金してるんだから。まあほどほどにな。というわけでこのチャンネルではこんな感じで、どんどん生物に関する面白ネタを用意しようと思うから楽しみにしててくれ。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。